はい、本日はですねこちらキャプテンサンシャインのロンティを紹介していきたいなというふうに思います。いやー来ましたよキャプテンさん。キャプテンさんはですね以前から聞いてたんですよね、まあ、僕バグアーっていうジャケット持ってたりだとか、それこそノースフェイスのね会社が出してるゴールドウィンっていうねメーカーとのコラボもやってたりするってことで、もう前々からねお名前はキャプテンさん聞いてましたよと。やけどちょっと買うまではこう敬遠してたんですが、まあ、つい先日のね動画でね店員さんにお勧めされたんで、まあ、購入させてもらったということになってるんですけども、まだ僕一回も来ないんですね。だからまあロンティーやから試着とかもできんじゃないですか。だからまあ肩とかだけ合わせてもらってどうですかみたいな感じでサイズを L サイズでこちら購入してるんですけども、キャプテンさんはね知れば知るほどね、あなるほどねと。まだ結構始まって新しいブランドでまだ10年も経ってないんですよね。だけどまあいろいろこだわりにこだわったようなメーカーになってて、例えばこういうロンティーね1枚あるじゃないですか。せやけどここにもね同じようなねユニクロのロンティーあるんですよ。でも値段がね10倍ぐらい違うんですよね。まあなんでちゃうのということになってると思いますし、まあ僕のチャンネル見ていただいてる方はそういうこだわりとかがねお好きな方が多いと思いますので、まあ、そんな興味ないよっていう方はおそらくこのファスト系のねチャンネル見てはると思うんですけど、まあ、そういうのがお好きな方多いと思いますので、そういうところをねちょっとお話しして、まあ、僕が見る限りやっぱりこういうところに特徴あるんちゃいますかみたいな話とかねいろいろしていきたいなっていうのがね今日のキャプテンちゃんの流れになってますので、本日はねまず形とかパッて見てもらって、特に形っていうのはないんですよ。キャプテンサンシャインといえばロンティー T シャツともにこのラインがあるんですよね。でこれがちょっと微妙やなっていう人もいてるわ、めちゃくちゃデザイン性高いやないかいっていう人もいてるので、まあ、これに関してはちょっと一回置いておきましょうということで、まず形見てもらって、次に特徴ですよね。さっき言ったみたいにユニクロと何が違うのと、同じようなロンティーに見えるし、白のロンティーポケットも同じようにあるし何がちゃいますのというところの話とかしてみたりだとか、結局はデザイン性でぼったくってんのちゃうのとかっていうところもね深掘りしていこうということで、最後はデメリットを話しておすすめの人をお話ししてサイズ感という順番でいきたいなと思います。まずはまあパッて見てもらいましょうか。キャプテンサンシャインのね一番の特徴って、僕今までこのラインのことしか知らなかったんですけど、やっぱ生地感なんですよね。とにかく生地感ということが一番のこのロンティーの特徴になってて、まあズームでバッて見てもらうとですね、生地感にちょっとなんていうんですかね、デコボコした風合いがあるというか、あんまつるっとしてる感じじゃないんですよね。デコボコしてるような感じで、よくつるっとしてるって言ったら体操服とかね、学生時代の体操服とかってなんかこうなんでか知らんけど半袖やのにここも袖ゴムついてしまってるのあるじゃないですか。あのタイプのってめちゃくちゃツルツルしてるやつあると思うんですけど、そういうのとは真反対で、どうしてかボコボコしてるような感じの風合いというか、まあ、生地感になってるんですよね。ほんで次にはまあポケットがありますよと。でこうポケットのとこパッとめくるとキャプテンちゃんの名前が書いてるんですよね。まあ、ここにキャプテンって書いてないけどサンシャインって書いてて、特にそれ以外はないですかね。まあ袖口にリブがついてて、で裏側見ていくと肘ぐらいからちょっと下にかけてラインがあるんですよね。でこれがまあ黄色、僕これ黄色なんですけど、黄色もあったりブルーもあったり、ちょっとなんかピンクっぽいやつもあったりとかするんですけど、まあ、僕はちょっと髪の毛がね金髪やから金にしとこうかということでね金にしたっていう、まあ、ちょっとしょうもない話を織り込んだんですけど、まあ、そんなことになってるっていうのが外の外観というか、まあ、見た感じになってるんですけど、次にじゃあ特徴ね、さっき言ってたようにこの生地の何が特徴なんと、いやいやぼったくってるだけでしょと。これ確か1万3000円ぐらいするロンティーなんですよね。で今度大使ユニクロの方で多分2000円ぐらい、1980円とかそんなんかな、はっきり覚えてないんですけど、それぐらいで、これ僕検証にね買ったダウンジャケットのね寒いところで着る用の検証として買ったやつなんで、ちょっと値段はっきり覚えてないんですけど、大体10倍ぐらい多分違うと思うんですよ。で生地がねこれコットンっていう生地使われてて、よく言うと綿とかですよね、綿っていう生地使われてて、これも同じように綿使われてるんですよね。同じ原材料のになんでこんな値段ちゃうねやということになってるんですけど、実はコットンでもやっぱり世界でも有数の地域っていうのがあるんですよ。それが何ですのというと、よく世界三大コットンとか言ったりするんですけど、それは何かっていうと、例えばアメリカとかね、あとはまあエジプトとかね、あと中国とかってよくネットではされて言うけど、まあ、ほんまのとこ言うともうちょっとあったりとかしてて、インドとかねペルーとかねシーアイランドコットンとかもちろんいろいろあったりするんですけど、その中でもこれはアメリカの、ね、コットンを使用してるということになってて、その名前がスーピマコットンっていうんですね。スーピマハテっていうことだと思うんですけど、こう皆さんに思い出してほしいのが、夏場とかね T シャツ、こうやって僕今着てるような T シャツとか着ようと思ったりしたら、たまに US コットンとかっていう T シャツの生地あったりするじゃないですか。ああいうのってねパッと思い返してもらうと、どっちかというとこうガシガシしてて、こうなんかいかにもこう男らしいゴツゴツしてるような生地感やと思うんですけど、アメリカのコットンの特徴ってね、それどっちかっていうとそういうどっちかっていうとゴツゴツしてるとかデコボコしてる風合いがあるんですよね。でこれも同様にどっちかっていうとちょっと
ボコボコしてるような風合いがあるんですけども、そのアメリカの中でもこう上位ランクの糸を使ってますよということになってるんですね。だから例えば言うならば、まあ、近所にですね地元でも有名な美女が集まる学校って女子校があるとするやつか、もうそこにはもう美女がめちゃくちゃおるんやと、で、あ、じゃあ美女おるんやと行ってみようやってなるけども、美女の中でもランクってあると思うんですよね。まあ、これランクって失礼なのかな、まあ、その好みがあると思うんですね。ほんならやっぱり A ランクの美女たち、もうそれはそれはもう学校ピンポンパンポンって終わったら校門の前にポルシェがピャーン迎えに来たり、ベンツがピャーン音が迎えに来たりするけども、 B ランクになってきたら、まあ、迎えに来ると言っても、まあ、国産車で男が迎えに来るみたいなね。で C ランクになったりしたら歩いて帰りましょうってなってくると思うんですけど、そういう風な感じのランクで言うならば、これはアメリカのコットンの中で も A クラスのコットンなんですよ。でそれがスーピマちゃんなんですね。でスーピマちゃんを使っていると。でスーピマちゃんとスーピマちゃんじゃない B ランクのコットンとの違いは何っていうと、まあ、髪の毛が長いか短いかなんですよ。でこれは髪の毛が長いタイプ、要は糸が長いから柔らかい着心地なんですよね。ボコボコはしてるけど柔らかい感じになってるけど、短いのはもういくらつなぎ合わせてもやっぱチクチクしてくるから短くて痛いっていう感じになるんですけど、それがね大きく違いますよと。だからボコボコしててアメリカっぽい生地感もあるんやけども、どっちかというとちょっと US コットンにしてはしなやかな感じしますよねというのがスーピマコットンなんですよね。これでこの説明で分かったかどうか知らんけども、まあ、そういうのがね、あの世界にはいろいろあるということで、スーピマやからいいとかエジプトやからいいとかじゃなくて、それぞれのね、あの地域によって気温とかが違うかったり、水のね水質が違うかったりすることによって、例えばアメリカとかやったら風合いがねボコボコするけど、エジプトやったらどちらか綺麗なんですよね。サラッとしたようなエジプトコットン、ギザコットンって言うんですけど、それとかはもうサラッとしてるような感じの、まあ、綺麗なあのコットンになってたりするんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、地域によって、例えばバナナもそうじゃないですか。ブラジルのバナナと例えばこうインドネシアのバナナとってまたちょっと違うじゃないですか。そんな感じでね、なんでバナナがパッて出てきたのか分からんけども、そういう風にコットンもねやっぱ場所によって実は違うんですよね。でそれのスーピマコットンが使われてますよと。だから US コットンやけどもちょっと柔らかくなってるって、これさっきも言ったけど、まあ、そういうことっていうのが、まあ、まあこれがもう唯一の特徴、まあ、一番の特徴ということになってて、そういうところで考えるとね、やっぱユニクロのコットンとかやったらどうしてもこう髪の毛の短いコットンを合わせてるだけやから、ちょっとねやっぱ肌触りがそんなに良くないというか、なんでこれ顎でやってるのか分からないけど、肌触りがね、まあ、そんなに特別いいものではないかといって、まあ、普通ですよね。だからそもそもの原材料が違うんだよということで、値段が大きく変わる要因になってるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんあの作ってるところもね、ユニクロとかやったらどこなんやろ、あ、ベトナム、メイドインベトナムやけど、キャプテンサンシャイン、キャプテンちゃんは日本産やったりとかするから、日本生産、日本で縫製で作ってたりするから、まあ、そんなも違うんですけど、そういうところで、ね、値段が変わってくる。そうやっぱこだわるとね、やっぱ値段が違うということで、まあ、そこは違いますよと。ほんで次はキャプテンサンシャインといえばですね、やっぱデザイン性なんですよね。そのバブちゃんもそうやし、ポーターちゃんもそうやけども、なんかロングコートのね、なんかあの洗練されたデザインっていうイメージないですかね。なんかそんな感じの僕イメージあるんですよね。でロンティに関してはこの線を落とし込むことで洗練されたデザインがあるんだという主張やとは思うんですけど、ちょっと一回着てみましょうか。そんなことよりもぴったりしてていいね。なんか楽な感じで着れますね。ちなみに今中何も着てないんですけど、どうですかね、 TKB の方は映っておりますでしょうか。ちょっとわからないですけど、こうやったらシャラ映るか。まあね、こんな感じになってるんで、まあ、僕は多分1枚で着ると思うんですけど、で後ろ見た時にはちょっと線がねついてますよと。これ黄色いから見えてるのかな、分からんけど、まあ、線がちょっとねついてますよというような感じになってるので、まあ、デザイン性もまあ特徴じゃないかなと思います。まあ、それと次の特徴としてはですね、やっぱこのスーピマコットンを使ってるっていうのがまあ特徴なんですけど、アメリカのねコットンってもともとボコボコしてるって言ってたじゃないですか。でもさっき言ったみたいにエジプトのコットンって綺麗やから、洗濯とかしてねシワになったりしてめちゃくちゃ目立つんですよ。その代わり見た目は綺麗、カジュアルっていうよりかはもう綺麗な感じに寄ってるんですけど、こうやって US コットンの方ってボコボコしてるから綺麗系とは全く違うんですけど、カジュアルやねんけども洗濯してもね、そもそももともとボコボコしてるからあんまシワ目立たへんっていうところもね、まあ、これ特徴になってくるんじゃないかなというふうに思いますが、もうそれ以外のこと特に言うことないので、まあ、この辺がね特徴になってくるんですけど、じゃあ次デメリットとは言いながら何がデメリットになってくるのというと、やっぱりお値段ですよね。ロンティに 13,000 円が妥当やって思える人は多分服のことをよく知ってはる方やと思うんですよね。やけど大体一般的な感覚ってそうじゃないじゃないですか。なので着れればいいわっていう人は、まあ、おそらくまあ見てないと思うんですけど、このチャンネルを、まあ、ちょっと高いっていう感じになってくるんかなと思うんですけど、僕個人的にはまあチャンネルとしては普段機能性とかあんま値段とかよりも上質なものとかをお届けしてるつもりなんで、まあ、僕のチャンネルにはまあぴったり合ってくるんじゃないかなというところでね、お話はさせてもらってるんですけども、まあ、値段がちょっと高いって思われる方ももちろんいらっしゃると思いますので、この辺がデメリットになってくるんかなと思うんですが、次じゃあおすすめの人、どんな人おすすめなんかっていうと、やっぱり質感とかにこだわりたい、まあ、大人の方とかやったらそうだと思うんですけど、質感とかを大事にしていきたいとか、着心地を大事にしていきたいとかって思ってある方なんかは、やっぱりコット
ットンのね、こういういいコットンを使ってるのってやっぱ切れば切るだけやっぱ違うんですよね。さっき言ってみたバナナみたいな、ほんまにインドの方のコットンとかやったら柔らかいんですよ。柔らかいコットンが使われてたりとかするし、さっき言ったペルーとかやったら綺麗なコットンになってたりするし、でシーアイランドコットンとかやったらですね、もうイギリスが国を挙げて大事にしてるコットンがあったりとかもするし、まあそうやってね、いろんな地域のいろんな名産があるんですけど、まあそういうところでね、まあちょっとこの社会の先生っぽさを今ちょっと出してみたんですけどもね、まあそういうのを楽しみたい方とかにはもうめちゃくちゃいろんな記事を体験してもらいたいなと思うし、まあ僕自身もそう思ってるからいろんなものを購入したりするんですけど、まあこれだけじゃなくて、まあいろんなそういう記事はいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということで、最後サイズ感に行くんですけども、これがね、一応サイズ表記が SM とかじゃなくて、こう40とか42とか38とかそういう系なんですよね。だからこれは40なので、一応アルファベット換算すると L らしいんですけど、 L サイズをね着用してるということで、最後それ見てもらって終わりにしたいなと思います。もうこうやって1枚で着ててもなんかさらっと着こなせるじゃないですか。やっぱ生地感がいいからね。まあそんなところでね、話してみたということが、まあ、キャプテンちゃんになっておりますので、まあ、今後もなんかもし機会があれば、まあ、購入してみたいななんて思います。買いに行ったね、レアトリアのね、翼くんって子がね、ここのブランドめっちゃ好きなんですよ。だいたいキャプテンサンシャイン好きな人っておしゃれなんですよね。だから僕もおしゃれにちょっとかじってみようかななんて思って購入しましたので、本日はですね、キャプテンサンシャインのロンティを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us.